日本の超高層建築物。日本の超高層建築物では、日本にある超高層建築物、以下超高層ビルについて説明する。2014年現在、日本一高いビルは高さ300メートルある安倍の、ハルカス、大阪府大阪市安倍の区である。どの程度の高さのビルを超高層ビルと呼ぶのかについては、国際的にも日本国内でも明確な定義はない。 超高層ビルという用語は日本において初めて高さ100メートルを超えたビルである、霞ヶ関ビルディング、高さ147メートルに対して初めて用いられた。なお法律においても定義は存在しないが、建築基準法施行令第36条、ガス事業法施行規則第1 6条等において、高さが60メートルを超えるビルに対しては、建築構造や防火構造などについてそれ以下の、 高さのルとは異なる制限を課していることより、60メートル以上を超高層建築物とする考え方もある。航空法51条では地上、あるいは水面から高さ60メートル以上の高さの物件には原則として、航空障害等の設置が義務付けられ大抵の超高層ビルには、この装置が設置されている。ただし、 ビル群の中にある建物の場合は60メートル以上のものでも設置されない場合もある。空港から最大24キロメートル以内の地域では建物の高さに規制がかかっている。また、地方自治体によっては一定の高さまたは延べ床面積を超える大規模建築物に対して、その存在や供用による周辺への景観変化、日照阻害、電波障害、風害、 交通問題等や工事中の騒音、振動、地盤変異影響の低減を図るため、環境影響評価を義務付けている。市街地建築物法、1919年、大正8年4月5日交付に基づき、市街地建築物法施行令が1920年、大正9年9月30日に、官報で交付され、同年12月1日から6大都市に適用された。 同例大市場により、建築物の高さは100尺、約30.303メートルに制限された。通称、100尺規制。これは、英国法の100フィート、30.48メートルという、制限に習ったものである。1926年、大正15年6月、市街地建築物法は6大都市に加えて、全国41都市に適用を拡大した。 1931年、昭和6年、市街地建築物法が改正され、高さ制限は、借管法による100尺、約30.303メートルから、メートル法による31メートル、121.3尺に変更された。31メートルはおよそ100尺とみなされ、同法改正による規制も、100尺規制と通称される。戦後占領期の1950年、 昭和25年11月23日、市街地建築物法は、建築基準法にとって変わらたが、同法第57条により、建築物の高さは31メートルに制限され、100尺、規制は受け継がれた。ただし、建築基準法の特例により31メートルを超える高さの建築も可能であったため、1953年、 昭和28年には高さ41.23メートル12階建ての大阪第一生命ビルが竣工し、1954年昭和29年には高さ43メートル11階建ての東急会館、現東急百貨店東横店西建てが増築により完成している。百尺規制により建物は9階建て程度でしか建てられなかったが、その分都市部では 同じ高さに揃ったオフィス街が各所に形成された。特に帰省施行直後の1923年、大正12年9月1日に発生した関東大震災によって、瓦礫の山となった東京府東京市、現東京特部の都心では、帝都復興院の指導のもと、多くの民間のビルが、規制限界の高さで建設され、百尺のビルが連続するスカイラインを形成した。また、 高度経済成長期前半には、地方都市の中心業務地区、CBD でも百尺規制のビルが連続する系が、形作られた。一方、流星していたメタボリズムの建築家から、超高層ビル建築を伴った、丹下建造の築地再開発計画や磯崎新の新宿計画などの様々なプランが提案されたが、百尺規制によりいずれも、実現には至らなった。 また都心では地下に見合った収益を上げるため、延べ床面積をなるべく広く取ろうとするあまり、おののの木座橋の天井高を低くして百尺の高さに十階分を詰め込んだり規制が緩い地下を、堀根地下六階建てのビルが出現したりするなど高さ、規制が防災やホワイトカラーの健康にとってマイナスの影響を与えるようになり、規制の見直しが行われることになった。なお、この当時に、 日本で最も高い建物は国会議事堂の中央塔65メートルであった。1964年昭和39年の東京オリンピックを前にした建設らしきに建築基準法が改正され、1961年昭和36年に特定外区制度、1963年昭和38年7月16日に養殖地区制度が創設された。 これらにより、百尺規制をはじめとする絶対高さ、規制が廃止されて、溶石率による規制が導入され始めた。すると高さ31メートルを超えるビルが建てられるようになり、特定外区の指定第1号である、東京都市計画霞が関3丁目特定外区に、日本における最初の超高層ビルとされる、霞が関ビルディングが建設された19春、1968年、春高。 しかし、九百六十年代の日本における高さ百メートル以上の超高層ビルは、同ビルと九百六十九年、昭和四十四年に竣工した高さ百九メートルの神戸商工貿易センタービルの2棟のみに止まった。一方で、九百六十六年、昭和四十一年後半に取り壊された東京都丸の内の東京会場、日動ビルディングの跡地には、 前川国を設計で30階建て高さ127メートルの超高層ビルが建つ予定であったが、1967年、昭和42年に東京都がこれを却下したことから、美観論争が起こった。皇居の堀端にあった、この地域は戦前の美観地区であり、新しいビルが百尺規制のスカイラインを崩して、皇居を見ろしかねないことから激しい争いとなったが、 1970年昭和45年高さをギリギリ100メートル以下の99.7メートルにすることで結局高層ビル自体の建設は認められた。1970年昭和45年6月1日の建築基準法改正によって絶対高さ制限が撤廃され溶石率規制が全面導入された。すると 地方都市でも高さ31メートルを超えるビルが立ち始めた。また、新宿副都心などの開発計画が本格化し、1970年代末には国内の100メートル以上の超高層ビルが30棟を超えた。そのため、この頃に日本の都市部では超高層化時代に突入したと言える。なお、東京都、丸の内では100尺規制に合わせた。 旧建物のファサードのイメージを残して、外壁デザインを百尺を境に変えたり、百尺の低層部の上にセットバックした、高層部が乗る形にした、超高層 B が見られる、丸ビルなど。ビル以外も含めると、日本で最も高い構造物は2012年春工の東京スカイツリー、高さ634メートル。東京スカイツリー以前は、津島おメが局鉄道、 454.8メートル、1975年、春九1998年解体、洋島ロランシー主極鉄塔、411.5メートル、1963年、春九1965年再建、1993年、解体、南鳥島ロランシー極鉄塔、411.48メートル、1963年、春工。 1986年解体、後高さを縮小して再建。東京タワー、332.6メートル、1958年、伊佐潔送信書、鉄塔、250メートル、1929年、春九1997年解体、日立鉱山大煙突、155メートル、1914年完成、昭国寺の苗、王塔、 109メートル、1399年春工、1400年、消室である。中世以前については、星生寺の八角九十頭、1083年建立、室町時代に、消室が81メートルと推定れている。これ以外では、平安時代に、源のためのりによって作られた、口ずさみで数え歌に歌われた、うんふとし、かずじ、一景さんイコール出雲太郎。 大和二郎、京三郎、出雲大社本殿、伝承によると16畳、48メートル、東大大仏殿、当時の伝承によれば15畳、45メートル、平安京大極殿が、高層建築の例として知られている。また、建築物の最上部が最も標高が高い、建造物は、旧富士山速攻所である。鉄塔、仏塔他も含めた、 高層構,構造物については、等の一覧を参照。現在日本で最も高い、春工済みの超高層ビルは、大阪市安倍野区の2014年に竣工した安倍のハルカス、設計、竹中工務店で高さ300メートル、地上60階建てであり、安倍のハルカスは、日本初のスーパートール、高層ビル、都市居住協議会の基準による300メートル以上の、 超高層建築物でもある日本では未だにスーパートールは一棟しか建設されていない。これは耐震構造、地盤、建設費等の理由もあるが航空法に基づく高さ、規制が大きく関わっており、大ね空港滑走路からの距離で定まる。滑走路の中心にある標点の標高を基準に制限表面と呼ばれる高さ規制があり、 標点から半径 4km までは、標点の標高プラス 45m 水平表面。そこからすり鉢状に高くなり、円錐表面空港から 16.5km から 24km の範囲内では、標点の標高プラス 295m に制限される外側水平表面。滑走路の前後方向にはさらに厳しい規制がかけられる侵入表面。 延長侵入表面。ただし仮設物や、飛来設備、その他飛行の安全を害さないものは、所管航空局長の承認を受ければ、制限表面を超え設置することもできる。制限表面のうち、円水表面と外側水平表面は、個々の空港周囲の都市の事情や山などの地形により、規制緩和される場合も多いが大都市の発着便数が多い空港。 日本の空港乗降客数では緩和されかのと。例えば、福岡市の中心部が、福岡空港の水平表面と、円水表面の規制のため低層であったり、東京国際空港の外側水平表面の規制のため横浜ランドマークタワーが、現行の高さになったりした例が見られ。一方で、新潟空港の円水表面の規制緩和で、新潟市に、ネクスト2 1 125メートルや、時めっ百143メートルの建設がされたり、大阪国際空港の外側水平表面の規制緩和でアベノハルカスが300メートルの計画とな、例が見られる。また、1989年1月には、上野駅に高さ300メートルの駅ビル建築が、JR 東日本によって構想され、1999年の開業を予定していた。 しかし、この計画は地元から猛反発を受け、バブル経済が崩壊したことにより計画が凍結された。2015年8月31日、三菱地所から東京駅日本橋口前の時和橋が行く再開発プロジェクトの概要が発表され、最も高いビームでは高さ390メートル61階建ての日本一の超高層ビルとなることが明らかになった。 2023年度着工、2027年度竣工の予定。2022年度完成予定の虎ノ門、麻布大区再開発では330メートルのオフィス棟が計画されている。アジア諸国では高さ300メートルは80位前後と、中華人民共和国や韓国などに水をあけられている。アジアの超高層建築物、高さ390メートルの トキ橋外区再開発が完成すると、アジア20位前後にランクインす予定となっている。春工済みに限るため、建設中のビルは除外している。東京都の丸の内や日進塾、大阪市の梅田や中之島が、日本の超高層ビル群の代表格だが、いずれもアメリカのニューヨークやシカゴ、中国の上海や香港などと対比すると、ビルの高さや集積率は低い。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。